水飛竜五具足腰の回り竜祖二神半之助は文後武田藩で竹の内中司大夫久森の門人となって竹の内流五具足腰の回りを学び後に一流を起こして二神流と称した。二神半之助は吉野川の清き流れを見て自利無下なるを対応して二神流を改め総水支流と称した。戦国時代末期のことである。昭和になって二神半之助より筑前の黒田藩に伝えられ代々継承されてきた。柔術の立ち合いの際お互いに肘を左右に開いてあげ背中側に強く振りますが、この動作は鎧組打ちで邪魔な鎧の袖を背中側に跳ね移す形であって戦国時代の名残をとどめております。
第二会場は辰巳流兵法のご演武でございました。続きまして第二会場、柳生新影流兵法、柳生光一先生ご一門のご演武でございます。柳生新影流兵法、室町末期上泉伊勢の神信綱の信綱は会津影流より幻を工夫して新影流を創始し、信綱に指示した柳生関秀才宗利は武闘の位を介護して第二世を継承した。宗利の長男利勝の子兵庫助利俊は祖父関秀才の薫陶を受け、異才が開花し第三世を継承した。元和元年1615年に尾張藩主徳川義直の兵法師範となり、太平の時代に即応する釣った鶴見の兵法を確立し、流祖以来の県の断りと当法に根本的な改革を加え、東流を大成した。東流は尾張藩の御流儀と尊ばれ、同等は尾張柳生家と尾張藩主徳川家の協力により正しく伝承され、現在第22世宗家柳生光一俊信先生に至っております。第一会場は総水支流。